中国の市場の伸びがですね、我々の予想以上にスピードが速かったというところもありまして、我々は中国進で、まあ、進出して以来かなり好調なビジネスを続けていたんですが、その延長線上で考えていたところ、それを上回る、まあ、リーマンショックっていうのは多分そういうことだったんだなと思うんだけども、欧米成功例のコピー型から本当に中国自身が自分でどんどん市場が拡大していくっていう時代にまさに入っていったところに対して、まあ、若干乗り遅れたなというところが、まあ、トップマネジメントとしてはまあ、彼が言いましたけど、リーマンショックの時にかなり全世界でちょっとこう投資だとか、まあ、いろんな資源計画でスピードダウンしたところがあるんですけれども、伸びゆくところはちゃんと伸びていったんだなというところでいうと、もう少し中国やアジアに対してのやはり手当てというのを早くすべきだったという反省点は僕は持ってます。フリーランス AJJ の指揮でございます。伊藤社長にちょっとコミットことになるかもしれませんけども、就任から3年過ぎて4年目に入ったということになりますでしょうか。その間そのいろいろなこういうことをやりますよっていうプランは聞いたような気がするんですが、この間その具体的なものはなかなか、まあ、いろんな状況があったにしても、それから世界的な情勢が変化があったということも含めても、なかなか目に見えてこないなと。今その具体的なそのプロダクトの話は、まあ、これからの話なんで、置いといて、改めてそのどのような、今こうまた情勢が変わったりとかして、どのようなものを作っていきたいかとか、どのような方向でホンダ進んだらいいのか、車に限ってですけど、四輪に限ってどういう方向を今考えているかということを改めてお聞きしたいんですけど。まあまあちょっと複雑な ある意味ちょっと焦点が絞りにくいご質問なんですけども、ホンダはもっと発展していかなきゃいけないっていうのが一番大きく思っていましてね。確かに就任以降、先ほど言いましたリーマンショックがあって、ショックが大きくてですね、どういうふうにこの世界を編んでいこうかという時期だったと僕は思ってまして、それで、まあ、うちの発展の例で言えばアメリカ発展型の世界水平展開型っていうのをやってきたんだけども、そのリーマンショック以降これは違うということで、6極地域地域で、発展を目指そうという考えを持って推進してきて、ようやくその考えが、まあ、社内に浸透してきたというのは正直言うと今の段階ですね。でその象徴が中国であると思っているんです。ですから中国はこれからコンセプト C やコンセプト S ということで、独自に中国のお客さんにホンダ、中国におけるホンダらしさを展開できる、これはアメリカでもそう、それからアジアでもそう、そのようにこれから展開していくと思いますね。で独自の発展こそがホンダの全体の発展である。まずはその地域での発展がまず第一である。でその中で全体のホンダのブランドイメージを上げるための施策や、それからお互いに相互作用で強め合う効率、それは効率論でいうと全世界の生産で、私いろんなところで言ってますけども、基本はその地域の中で自立する生産と販売を目指してくる。ただその中でも2割から3割くらいの部分は世界に貢献してくれと、輸出を回そうと、日本中心じゃなくてそういうふうにお互いに補おうという構図がこれから始まるという時期に入ってきて、だからそれも当初築き上げたコンセプトがようやっと今その姿に近づきつつあるというふうに思ってます。そのために一番ちょっと大事だったのが、日本が構造変化しなきゃいけない。日本の我々の持てる生産能力は基本的に日本の中で周りをしなければいけない。日本からの輸出でやったっていうところは、じゃあ輸出をどこで保管し合うんだっていうのが今ちょうど走り始めて、その走り始めるためには日本で我々は経営というものをやってきたけど、再度強力に経営を台数を押し上げて、我々の生産能力に対して十分な我々の商売の幅が広がるということを期待している。だからそういう意味で言った世界での中の各々の地域の役割、果たすべき役割っていうのが少しずつ今形になって現れつつあるというのが自分の印象ですね。もう一回今の話の続きになると思うんですけども、今その世界的な傾向としては例
えばその部品レベルでいうとモジュール化であるとか、まあ、ある意味ではその脱自前主義というか、その優れたサプライヤーのものを取り込んできて優秀なそのプロダクト、車という製品商品を作った方がいいんじゃないかという、そういうその世界的な競争になっているような気がするんですけども、どちらかというとホンダはあの自前でこう自分のところでとにかく作っていくみたいな、傾向があると思うんですけど、その辺の世界的な流れと今のそのホンダの進もうとしている方向っていうのは一致するんですか、それとも違うんでしょう。あのですね、そこは私が言ってきたこととちょっと違う見解を持たれている問題も、基本お客様にはユニークアイデンティティを持って接したいからこだわりは持ちますけれども、そこに至るプロセスの中で取引先の力を変えなければ現実的にはできないわけだ。うちが例えば製造原価における内削比率、ないしは逆転すれば直材比率が異様に内削比率が高い方、まあ決してそんなことはないと僕は思ってます。それだけお取引先様の技術に依存してるし、またそこでお互いに技術を作り合うという体制は過去からずっとやってきたことであるし、全然これからもそれを変えるつもりはない。なおかつモジュールという発想がですね、今いろんなところで出てるようですが、決してそれはね、そのやってたわけじゃなくて、当然のお得、機能部品で言えば同じものをどれだけ数をまとめてお互いに調達できるかという、そういうことはやってるわけで、まあ今更だからああいうやり方がどうのこういうやり方がどうのつって、うちは方針を変えてるわけではなくて、もっともっといろいろなメーカーさんと輪を広げていい部品を作っていただけないかということを今やってます。で、何が何でも内作じゃなくて、大事なのは我々が出す最終的なプロダクツがお客様に対してどう我々のアイデンティティ、それから我々の提供するものに対して答えていただけるかという、その先進性やら独自性、それから面白いなと言ってもらえるものに仕立て上げられるかというとか、これはこだわり持たないと会社としての存在意味がないから、そこはこだわりますけどね。まあそういうことで、あんまりこう今までやってることとこれからやっていくことをそんなに変えてるつもりはない。ただ一つ言えるのはね、さっきも言いましたね、例えば中国なら中国で中国の材料であり中国の取引先っていうものがだんだん競争力を持ってきたという、かなり持ってきたということで言うと、かなりそこを意識しながら中国でやっぱり商売してんだから中国のものが使えないかということは意識して、より意識してやりますよね。